太平洋戦争前夜、哲学者三木清によって書かれた人生論。重苦しい時代を生きる人々に人生論ノートは一筋の希望として読まれたといいます。その中で三木は怒りと憎しみ、虚栄心、嫉妬など私たちを苛む情念について取り上げています。情念とどう付き合えばよいのか。第2回は自分を苦しめるもの、その正体に迫ります。100分で名著、司会の島津百合子です。伊集院光です。伊集院さん、前回は幸福の意味についてでしたね。幸福イコール成功ではないとか、うん、その幸福感と真の幸福の差とか、はい、なんか僕は日頃見失ってることがいっぱいあるなってことをちょっと気づかせてもらってます。そうですね、難しい中にもこうハッとさせられる言葉がね、たくさん入ってますよね、はい、今回も哲学者の岸見一郎さんに教えていただきます。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。今回のテーマは自分を苦しめるもの、はい、ということなんですが、怒りや憎しみ、虚栄心、嫉妬、そういう我々の生きることの妨げになるようなマイナスの感情のことです。妨げにはなりますけど、はい、誰しもが持ってる感情ですよ ね、まあ、ね。そういう感情を三木は完全に否定はしていません。例えば虚栄は人間そのものだというふうに言ってますし、とても人間的な感情だとも言っています。虚栄がそのものって逆説的で面白い面白いですね。ではそもそも虚栄心とは何なのか、ご覧ください。虚栄は人間の存在そのものである。人間は虚栄によって生きている。虚栄はあらゆる人間的なもののうち最も人間的なものである。人間は皆生きる上で不安や恐れを抱えています。そこから少しでも目を背けるために、自分以上の自分を作り出そうとするのです。すべての人間的といわれるパッションはバニティから生まれる。自分をより高めたいという思いも虚栄心。一体我々は虚栄とどのようにして付き合えばよいのでしょうか。三木は想像が鍵になると考えました。いかにして虚栄をなくすることができるのか。創造的な生活のみが虚栄を知らない。創造というのはフィクションを作ることである。フィクションの実在性を証明することである。いやー、これはまた難解なアプローチで入ってきましたね。そうですね、この虚栄心とどう付き合っていけばいいのか、三木清は3つの方法を提案しているんですね、はい、それを見ていきたいと思います、はい、まずその1、虚栄を徹底する。これどういうことですか。仮面をかぶり続けて虚像をとことん演じ切るという意味です。だから一生仮面をかぶり続ければそれが本性になる。まあそうですけどなかなかできないですよね。相当辛そう。でもね、これね、僕ちょっとピンとくることがあって、うん、芸能活動をする上で僕この伊集院光っていう名前は芸名なんですよ。で本名はまあ篠岡健っていう本名がありますね。でそうするとね、どっかで伊集院光を演じているところはあるわけで、伊集院光としてこうありたい、こう思ってほしいとか。でこの伊集院光は篠岡健にとっての少し理想の部分もあれば、なんか人生の半分ぐらいはその名前をつけて暮らしてて、比重もかなり重くなってくると、嘘をついてるというのともちょっと違うんですね。英語でパーソンというのはラテン語のペルソナを語源にしてるんですね。ペルソナというのは仮面なんですよね、はい、ああそうなんですか。だからいつの間にか仮面が仮面でなくなってしまう。仮面が人そのものになってしまったっていうことですね。伊集院光になってしまう。そうですね、いやそうなんですよ。次の方法いきましょうか、
次はこちらです。虚栄心を小出しにする、ささやかな贅沢をする、ね、あるいは日常生活で、ね、あの虚栄心を少しずつ満足させるためにちょっとしたおしゃれをする、そんな工夫をすることを三木は考えています。1と2は割とリンクしてるなと思うのは、うんうん、要は小出しじゃないと徹底できないじゃないですか。そうです。絶対ボロが出るから、うんうん、その程度の虚栄にしておけば付き合える、うん、そこの虚栄が必要だということですよね。さあ、そして3つ目がこちら、想像によって虚栄を駆逐するという方法です。ここで先ほど鍵になると言っていた想像が出てきましたね。ちょっと厄介ですね。想像というのはフィクションを作ることである。三木は人生とはフィクションを作ることだと言ってるわけです。人というのは孤独ではいられない、一人ではいられないから、はい、他の人の目や評価を絶えず気にするんですよね、はい、でもそういう気持ちから作られる人生は虚栄なんですね。でそうじゃない人生があるんだと、ね、だから他者の評価、他者からどう見られるかではなくて、自分の意思で自分の人生を想像していけば虚栄を駆逐することができる。なるほど、そうすると虚栄から自由になることができる。虚栄といっても全てがもうダメではなくって、その今ある自分よりもより上を目指す、ね、でそのために努力をする、これは虚栄心というよりはむしろ向上心、立派な向上心だと言っていいと思うんですね。そうですね、でも、うん、他人と比べるじゃなくてより良い自分になるために ね、うん、そうですね、うん、これを虚栄って言っちゃうあたりが表現としてとても面白いですね。そうですね。さあ、では続いて、はい、私たちの心を乱すものの中で一番厄介な感情、嫉妬についてご覧ください。どのような情念でも天真爛漫に現れる場合、常にある美しさを持っている。しかるに嫉妬には天真爛漫ということがない。愛は純粋であり得るに反して嫉妬は常に陰険である。嫉妬こそ悪魔に最もふさわしい属性である。愛と嫉妬は似ています。それはどんな情念よりも術策的で、はるかに持続的な点において、そのため他の情念よりも長続きして人間を苦しめるのです。愛があるからこそ想像力が働き、嫉妬が生まれる。さらに嫉妬にはこんな特徴があると言います。出歩いて家を守らない、常に多忙である。つまり嫉妬がさらに想像力を働かせて私たちの心を忙しくしてしまうというのです。嫉妬は完全否定ですね。嫉妬はダメでしたね。ダメでした。虚栄が結構 OK だから、嫉妬 OK かどうか、これはダメでしたね。完全にダメですね。でこちらをご覧いただきたいのですが、想像力は魔術的なものである。人は自分の想像力で作り出したものに対して嫉妬する。これはなんかね、分かるような気がしました。なんか例えば夫の携帯見た時に着信履歴ってこの女の人の名前なんでこんないっぱい出てるのかしら。森さん、4年のブランクで本当に空き巣になりましたね。あとレシートとか見つけちゃうと、これはその人の食事じゃないかしら、どんどん頭の中で想像で、で想像がわーってなってすごい嫉妬がメラメラとなるような気がするんですけど、愛という感情と嫉妬という感情は厳密には区別しにくいかもしれない。そうです。愛があるからこそ嫉妬するんですよね。無関心な人には別に何も感情起こらないですもんね。ではあの、人生論ノートでは、どんなものに対して嫉妬するのかというのがね、書かれているので、それを見ていきたいと思います。はい、嫉妬の対象ですね。まずは自分より高い地位にある人、うん、自分よりも幸福な状態にある人、特殊なものや個性的なものではなく量的なもの、一般的なもの、つまり嫉妬は平均化を求める傾向があるというふうに言っているんですよね。ちょっと相手を引きずる方法、すごいわかる。あのね、お互いにダメで、お互いでいつか売れたいぜつってる時には嫉妬はなくて、でいてもっと言えば愛すらあると思うんです。そこにはね、お前も面白いよ、俺も面白いよって頑張ろうよってなっていくし、お前が売れないはずないんだよって言い合ってるんだけど、
誰かが軍手一つ頭抜けてった時に、そう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 、なんだあいつはすぐ落ちてくるぜってなるでしょう。そんな風に相手をこう低めようとするんですよ、ね、低めようとしますね。で本当は自分を高めようとしないといけないのに、自分を高めるためには当然建設的な努力も必要でしょう。そういう、そういう努力をしないで相手の価値を貶めようとするということですね。それが平均化という言葉で表されている意味です。ちょっとやっぱり愛との大きな違いはそこにヒントがありそうですね、うん、今日本の社会全体が平均化を求めようとする傾向があるなっていう気がするんですね。これね、SNS なんかにその傾向がすごく強くて、いやもちろん自分は幸せだっていう自慢をする人もいます。でその幸せだっていう自慢が炎上します。そうですね。でさらにもうちょっとそれが進んできたのは、自慢の見え隠れしてる、ね、自分の自撮りをして私ブスで困っちゃうって書くんだよね。でそれに対して敏感にこの自信がないやつがあげるわけねえだろっていう炎上し始める、うん、いやこれはねとてもその第一や第二やを複合したような話で、幸せであるということの主張はとてもダメなことだし、幸せであることすらダメなことで、誰かが幸せになることに関しては許さないっていうのは、そのもうやっぱりこの本がビシビシ来るのが、そうですね、今まさにちょっとフィットしてて、みんな平均化を求めてるんですよね。ただ問題はどうやったらなくせるんでしょう。個性を認めることですね、一言で言えば、ね、自信がないから嫉妬するんです。他の人のようになりたいと思うわけでしょ、でもまずこの自分しかいないわけだから、この自分を認めるということから始めるしかない、でそういうふうに自分を認めることで他者を認めることもできる。そうすることで嫉妬という感情を乗り越えることができます。でもなかなか難しいですよね。自分、私は私でありのままでいいって思えればいいんですけど、どうしても周り見ちゃってなんか、でもあんな人になりたいと嫉妬する人がいて、その人に仮になれたとします。でもその時に自分ではなくなるんです。その人になってかもしれないか、私ではなくなるわけですよ。だからそういう風に自分を変えることを諦めるしかない。自分を変えようとする努力をやめた時に変われてると言っていいぐらい。すごい言葉だな。自分を変えようとする努力が、まあ、をやめた、もしくは止まったということは、もはや変われてるという。世界が人間的に、あまりに人間的になった時必要なのは怒りであり、神の怒りを知ることである。今日愛については誰も語っている。誰が怒りについて真剣に語ろうとするのであるか。切に義人を思う。義人とは何か。怒ることを知れるものである。怒りについてミキは人間に必要だと肯定する一方、憎しみについては激しく否定しました。今日怒りの倫理的意味ほど多く忘れられているものはない。怒りはただ割くべきものであるかのように考えられている。しかしながら、もし何者かがあらゆる場合に割くべきであるとすれば、それは憎しみであって怒りではない。怒りはより深いものである。怒りはいいけど憎しみは悪いっていうことですね。まあ、比較的いいぐらいですよね。腹が立った時にこう内にこもって憎しみ続けるよりはカラッと怒った方がマシだぐらいの意味ですよね。ずっとあの野郎いつかどうにかしてやろうじゃねえかってなってるよりはもうずっといい。そうですよね。社会の利害関係の中で生まれる怒りというのも確かにありますし、この世にいろんな不正が満ち満ちてるでしょう。そういうものに対して怒りを覚えるということは必要だと思いますし、ミキ自身も興奮という言葉を使ってるんですよね。公の憤りですよね。そういう正義感から異を唱えることをは必ず必要だというふうに思ってますし、そういうこともできない現実にミキは憤りを感じてた。その時代。なるほど。この分かりにくい文章にまたある意味込められてる、隠されてることは、
そこなんですね。社会に対しての憤りを口にすることがはばかられているという。さあ、ミッキーは怒りとその憎しみをこのように分類しています。整理してみました。まず怒りは突発的であるのに対して、憎しみは習慣的で永続的。そして怒りが純粋性、単純性、精神性であるのに対して、憎しみは自然性、反知性的であるとしています。この辺りがちょっとよくわからないんですけども、怒りの場合は少なくとも目の前にいる人に向けられるわけですから、理由があるはずなんですね、うん、そういう意味では知性的ですもん。でも憎しみというのは自然性というふうに書いてあるのは理由がないんですよね。怒ってる元々の理由が分かんなくなっちゃって、この上げた手を下ろせない理由を作ろうとする。憎しみまで行くと、もう憎しみを持続するために憎んでったりしますので、それで習慣的、永続的という言葉をここでミキが使ってるんですよね。でこれ怒りと憎しみっていうのは対象自体も違うってことなんですね。これ対象自体も違いますね。怒りは目の前にいる人に対して作り出される感情です、うんうん、他方憎しみは目の前にいない人に対して作られる感情であるというふうに考えています。だからすごいアノニムという言葉を使っている。アノニムな相手に対してはそういう感情を持つんですけど、ヘイトスピーチなんかその最たるものですよ。なるほど、うん、だから個人じゃないんですよね、うん、どこかの国の人に対して向けられた感情ですよね。確かに憎しみの方が疎い厄介ですよね、うん、こうそうなるとね。だからそういう憎しみからどうしたら脱却できるかという話をしたいんですけども、はい、だから反知性的なものなんですから、知性的であればいいわけですよね、うん、で具体的に言うと、個人レベルで相手を認めるということができれば、憎しみという感情から逃れることはできます、うん、個人が目の前にいると確かに それは怒りはあるかもしれない。 でも憎しみの段階まではいかな いかないです。これが、明日にも戦争が始まろうっていう時に、うん、はい、こうやって冷静にさせる本が敵視されるのもちょっと分かります、はい、ですね。相当工夫して書かないと出せないっていうのも分かりますね、はい。偽善者が恐ろしいのは、彼が偽善的であるためであるというよりも、彼が意識的な人間であるためである。偽善者が意識しているのは絶えず他人であり社会です。彼らは他者の評価や社会的な評判だけを意識して、求められた役割だけを果たそうとします。つまり善悪の価値基準を他人に預けて自分では判断しない。これをミキは精神のオートマティズムと名付けました。道徳の社会性というがごときことが力説されるようになって以来、いかに多くの偽善者が生じたであろうか。これが発表されたのは昭和16年8月。数ヶ月後の改正を前に、翼賛体制の重苦しい空気が言論界には垂れ込めていました。今日どれだけの著作家が表現の恐ろしさを本当に理解しているか。偽善者は往々にして権力に媚びへつらい、時に他人までをも破滅させる。偽善についての言葉は、国策におもねる言論人への警鐘だったのかもしれません。ミキはおそらく絶対的な善っていうことじゃなくて、はい、おそらく善というものはとても移ろいやすい価値観にあると。で、その時誰かの唱えてる善に対して、表面だけで寄り添っていく人の危険さみたいなことを言っているんですね、これ。これも今の世の中にちょっと似てるかな。なんかね、現代にもすごく響きそうな気がするんですけれども、はい、
道徳の社会性というがごときことが力説されるようになって以来、いかに多くの偽善者が生じたであろうかの道徳の社会性っていうのが聞き慣れないけれども、一つは個人よりも社会が優先されるべきだという考え方ですよね、うんうん、個人の幸福を唱えてはいけないという時代背景があってこういう言葉が使われています。もう一つは倫理とか道徳が上から押し付けられるような、うん、時勢を念頭において道徳の社会性という言葉を使っています、うん、道徳ってそもそも個人 の, そのモラルというかそうなんですよねという意味ですよね、うん、それが社会性で こうしなさいっていうふうになんかこう押し付けられてるっていうことで、ね、だから一人一人が納得していかないといけないし、時には疑問を感じ、時には否定していかないといけないのに、うん、道徳というのはこういうものなんだという押し付けがされる時代というのは非常に危険だと思うんです。それ以外を認めないっていうことですよね。確かにね、ルールやそのまあまあ、モラル、はい、まあ、みんなの持ってるモラル感と全然俺の居心地みたいなものが合わないっていうことって当然あるじゃないですか。そういうふうに異を唱えない人たちが現れてきてるんです、うん、それをそういう人たちのことを偽善者だというんです、ね、だから本当はこんなことが起こっていたらダメになると、ね、組織も国家もダメになると思っていても、うん、あえて異を唱えない人が現れ始めてきた時代なんです、うん、それはね、はい、僕らは特に耳が痛いです。表現者っていうかな、ありましたかね、その表現者に対してとてもきついことを言ってるんだと思うんです。彼は、危険を冒してもこれを書いてるわけで、そうじゃない人がいっぱいいるっていうことですよね。やっぱり僕らは誰がどう思うかってことをすごい考えてますよ。で、それが言わなきゃならないことを言わないっていうことになってるのならやっぱり反省しなければいけないですよね。今自分が何を言わないといけないか、たとえそれが自己保身の真逆の結果をもたらすとしてもここで言うべきだという、そういう表現者としての責任を決して忘れてはいけないと思う。いや僕今すごく、心に留めようと思ったのは、言論者表現者の責任ってね、責任を考えようっていうとね、なんかこう言ったことへの責任の方がまあクローズアップされて、これ言って大事になったら困るから黙るの方をどうやら責任と思ってたんだ俺ってちょっと思って、言わなかったんだからなお前って、表現の機会があったのにもかかわらずっていう方も責任そうですね。だから三木自身も葛藤があったはずなんです、うん、ここでこういうこと言っていいのか、でも彼は逃げなかったですし発言しましたし、これは本当に現代に通用する本だってまた改めて思いながら、じゃあ現代の自分の今置かれてる立場でどういう、ここからどういうヒントをもらえばいいかって考えていくと、おそらく思ったことを恐れず言うに対して、その言い返されることにも怯えたらいけないし、逆に言うと言い返す側もそれに責任を持つべきだしってやっていくと、今の世の中で起こってる、嫉妬や足の引っ張り合いみたいな炎上じゃない、いわゆるその SNS の炎上とはちょっと違うような、何かちょっと建設的なものや議論になっていくような、何かあの大事なところでブレーキがかかることや、で実際ミキは思想流に殺されたわけですよね、うん、ついこの間じゃないですかミキが殺されたという、うん、だからそういう思想や心情を理由に人が殺されたということがあったということを我々は忘れてはいけないし、これから同じことが繰り返されないように言うべきことは言う勇気を持っていかないといけない。なんかでもゾッとする本にどんどんなってきました、はい、本当に。いや、そう、その時代の人にもこう刃となる表現だったと思うんですけど、そうですね、私たちにとってもかなりこう喉元に突きつけられてるような気がしましたね、うん、そういう意味では厳しい本ですね。でもそうやって、はい、ミキがある意味、はい、もう命がけでね、はい、綴った文章ですから、ぜひそのメッセージを久美さんの助けを借りながらね、はい、理解していきたい、理解していきたいというふうに、はい、思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。